セサリーとかをクリップとかなんか刺しても可愛いかなって思います。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日はサイドのアレンジをやっていきたいと思います。では始めていきます。まず全体にしっかりワックスかバームをつけていきます。だいたい分け目のところからジグザグに取って後ろをこんな感じでまず横を結びます。この時にしっかりちょっとコーミングをしてあげてください。で、ここを三つ編みにしていきます。で、大体2、3編みしたらこの耳の下ら辺で結びます。この時に顔周りのくるぎもちょっと出しておきます。そして少し全体を引き出しておきます。引き出しすぎたら U ピンとかでちょっとこうやって押さえてあげても、押さえてあげて後からまたスプレーを振って固まったら取ったりしてもゆるっとふわっと可愛くなると思います。で、こちらの毛先を三つ編みしていきます。結構しっかりめに三つ編みをしていきます。で、三つ編みができたら少しこんな感じで引き出します。で、この毛先はゴムで結びます。で、先はこんな感じで丸めておきます。で、これをくるくると巻きつけてピンで留めます。これをある程度ピンで留めたら少し引き出します。で、次はこっち側の髪の毛をまたおくるげを適度に出して、ここを2つに割ってクロスして後ろに持っていきます。で、この時も少し髪の毛を引き出して置きます。で、これはロープ編みをして下から上に持ってきてピンで留めます。あとは前から見てここのサイドの調整をして、こういう出てきた髪の毛はちょっと巻いてあげてください。こんな感じで巻いておきます。で、あとは顔周りをファンカールでゆるっと巻きます。今回はサイドにボリュームのあるアレンジなので、顔周りはそんなにこってり巻かなくてもいいと思うので、だいたいファンカールぐらい全体ゆるく巻いてあげます。
で最後全部巻いたらあとはもう少しバランスを見て出てるところはピンなので押さえてここにヘアクセアクセサリーとかをクリップとかなんか刺しても可愛いかなって思います。で最後にワックスかバームをちょっとつけてなじませます。こんな感じで完成しました。こんな感じでクリップとかこういうのつけても可愛いと思います。こんな感じです。はい、こんな感じでまとまるので可愛くなるのでぜひ試してみてください。ありがとうございました。